私たちは毎日を大切に活動しています。今年の夏は全国高等学校総合文化祭に参加し、マーチングを通じて暑い夏を全国の仲間と一緒に過ごしたことは私たちにとってとても貴重な経験となりました。先ほど演奏いたしました曲は The Door World of Dream という曲です。この曲はブラストで大活躍中のトランペッター米曽ひろむさんに作曲していただいた私たちオリジナルのマーチングレパートリーです。続いて演奏いたします曲はアンサンブルをちょっと挑戦してみたいと思います。私たちは来週の木曜日、京都ロームシアターにオペラ「フィガロの結婚」を鑑賞しに行ってきます。その劇中で演奏されている曲「恋とはどのようなものかしら」を管楽器6人で演奏させていただきます。アンサンブルの次はパレードでいつも演奏させている曲と私たちお気に入りのマーチングレパートリー「ももクロマーチングメドレー」を演奏を演技させていただきます。来年3月16日にはここ京都コンサートホールにて定期演奏会を開催させていただきます。これからも京都明徳高等学校吹奏楽部を